得体の知れない不吉な塊が、私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると、二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦語るや、神経衰弱がいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の2、3小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を、いたたまらずさせるのだ。それで始終私は、町から町を浮浪し続けていた。なぜだかその頃、私はみすぼらしくて美しいものに、強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしてもよそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある。汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んで、やがて土に帰ってしまう。といったような趣のある町で、土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める。私は、できることなら京都から逃げ出して、誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静、がらんとした旅館の一室、正常な布団、匂いのいい蚊帳と、糊のよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくはここがいつの間にかその市になっているのだったら、錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれ、想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に、現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまた、あの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や、黄や青や、様々な縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それからネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心を誘った。それからまた、ギードロという色ガラスで、タイや花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが、私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほど、かすかな涼しい味があるものか。私は幼い時、よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって、落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味には、かすかな爽やかななんとなくしびといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえそんなものを見て、少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。2000や3000のもの、と言って贅沢なもの、美しいもの、と言って無気力な私の触覚に、むしろこびてくるもの、そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであったところは、例えば丸善であった。赤や機能をどころんやおうどきにん、洒落た切子細工や、天下なロココ趣味の浮き模様を持った、琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももうその頃の私にとっては、重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、
その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に、ぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよいでなければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下り、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアッレグロの流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほど、うず高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか、またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体に賑やかな通りで、と言って感じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなのだが、その日差しが目深にかぶった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞ、と思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗なため、電灯につけられたいくつもの電灯が周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは、寺町の中でも稀だった。その日、私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。がその店というのもみすぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私は、あのレモンが好きだ。レモンエロフの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰まった防水系の格好も、結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間、街を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らされる。あるいは不審なことが、逆説的な本当であった。それにしても心というやつは何という不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは例えようもなく良かった。その頃私は配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実友達の誰彼に、私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから、身内に染み通ってゆくようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが、想像に上ってくる。漢文で習った梅感謝の言の中に書いてあった。鼻を打つ。という言葉がキレギレに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めば、
ツイゾムにいっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔にはルピーチのほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて、私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして街をカッポした詩人のことなどを思い浮かべては歩いていた。汚れた手拭いの上乗せてみたり、マントの上あてがってみたりして色の反映を測ったり、またこんなことを思ったり、つまりはこの重さなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さは、すべての良いものすべての美しいものを、重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった懐弱心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善が、その時の私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にもキセルにも、私の心はのしかかっては行かなかった。憂鬱が立て込めてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ、常に増して力がいるな、と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開けては見るのだが、克明にはぐってゆく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて一度ガラガラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、日頃から大好きだったアングルの大々色の重い本まで、なお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群を眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけたが本がどうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わってあと、さてあまりに尋常な周囲を見回す時の、あの変にそぐわない気持ちを、私は以前には好んで味わっていたものであった。あ、そうだそうだ。その時私はたもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら、そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり、取り去ったりした。奇怪な幻想的な白が、その度に赤くなったり青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして、軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に、恐る恐るレモンを据え付けた。そしてそれは上出来だった。見渡すと、そのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調を、ひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまって、カーンとさえ返っていた。私は埃っぽい丸善の中の空気が、そのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて私は、何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ、黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた機械な圧巻が私で、もう10分後にはあの丸善が、美術の棚を中心として大爆発をするのだったら、どんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりな丸善も凝ったみじんだろう。そして私は、活動写真の看板画が、奇体な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。